しかったけど疲れましたね。言葉ははっきり喋るようになったかな。まあまだよくわかんないけど、まあ4歳になって、うん、おいどこ行くんだ。まあすごく嬉しい。オルネミン C は普段冷蔵庫に、コンビニに行って必ず 2,3 本は入ってるんですよ。今日たくさんいただいて感謝です。ありがとう。これね、あの別にこの仕事をしたからっていうんじゃないけれど、学生時代必ずみんなオルネミン C、必ず注文されてましたね。ああ懐かしいな。まあ昭和のお年寄りの人たちもやっぱりオルナミシっていうものは頭の中に植え付けられたみたいに、飲まれてるんですよね。また美味しいですよね、飽きない。家内の方はまあそうかもわかんない。最近ジムに通い始めたから、あこいつすごいなと。まあでもいいことだなと思いますね。多分飲み始めると思いますよ。やっぱり孫なんかがたまに連れてきてもらえると、やっぱり彼女も僕もやっぱり嬉しいですよね。やっぱりあの自分の子供とまた孫は違うっていうのは、孫は孫で何か違った、こうなんていうのかな、愛しさがありますよね。これからもまた孫も増えてくるだろうし、そのためにはやっぱり健康でいたいなっていう、それだけですね。ありがとうございました。もう本当にもう今は元気はつらつで、なんか今楽しんでますよね。もう毎日毎日は、やっぱり健康ですよ、健康。僕はもう定期的に時間があれば、どうぞすぐそこなんですよね。必ず行ってますね。今までやってきたようなことを、そんなに昔ほどじゃないけど、1時間ぐらいかな、止まったわけじゃないから、それからね、まあ選手もみんなそれぞれ、目指し方が違うわけだから、みんなここは多分通過で、なんか言う選手元気か。今僕自身が、こうして元気でいれるっていうことは一番自分自身が感じてる健康で、頑張って生きていきたいっていう、それだけですね。そして家族を守りたい。その中で今日のこのオルナミン C、元気はつらつ、まず今一番大事なのはこれじゃないのかなっていう、ぜひ皆さんも元気はつらつオルナミン C を飲んでいただいて、気持ちだけでも頑張って前に進んで行っていってください。僕ももう少しオルナミン C を飲みながら元気はつらつ楽しいおじいちゃんになりたいですね。今日はどうもありがとうございました。でも、帰ったのか。よし。元気はつらつ。
ミン C だろう。ありがとうな。嬉しいですよ。また元気も出ますよね。まさか元気ハツラツオルナミン C をこいつとやるとは思わなかった。あるわけじゃない。ダメ、これジージー頼むよ。ジージー分かってるな。片付けするのは誰？もう無理。